この前だって課長がさ、化粧のりいいねとか言って、マジでありえない。それって完全にセクハラじゃない？だよね。だからおじさんは嫌なんだよ。てかうちの若いもんも一緒。二言目には言われたことはやりましたんで。根性がねえんだよ最近の若いもんは。うちの会社のおじさんさ、なんかご飯食べたくいつも爪楊枝スースーやってんの気持ち悪い。ある、あるおじさんある、あるよね。最近の若いもんはゆとりだかさとみだか知らねえけど、敬語も使えねえんだからびっくりするわ。この間クロアントに向かって、また来ますね。若造あるわ。うちの会社のおじさん、未だに資料は紙で出せってうるさいの。その話聞くとき目を見ねえだろ。親父ギャグ、うちらの愛想笑いに気づけって話です。それはな、こっちが合わせてやってんだよ。ちょっとトイレ。若かったからお先にどうぞ。あ、いいえ、お先にどうぞ。いやいや、どうぞどうぞ。あ、いいえ、いいえ、どうぞ。じゃあちょっと失礼します。よく会いますね。え、世の中に5万とおじさんがいるのによく覚えてらっしゃる。トイレ大丈夫ですか？じゃあちょっと失礼。あ、そんな若者ばっかりじゃないですよ。ああ、そんなおじさんばっかりじゃないですよ。ああ。